皆さんこんにちは。 Welcome to EagleFile。 今回は熟語の覚え方に関してお話ししていきます。熟語っていろいろありますが、特に Phrasal Verbs っていうものが代表的です。日本語では句動詞や群動詞って呼ぶんですけど、動詞に前置詞だったり副詞をくっつけることによって一つの動詞として機能するものを指します。例えばこういうやつらですね。で、この Phrasal Verbs っていうのは覚えづらい場合があるんですよ。なぜかというと、簡単な単語ばかりの組み合わせなのに意味が全く想像外のものになったりするんです。じゃあどうやって覚えればいいか。基本的にはこの前紹介した単語の覚え方と同じなんですけど、 Phrasal Verbs に関しては一つ特徴があって、会話でよく使われるんですよ。だから自分の場合、こういう熟語を覚えるときは文字を見て覚えたんじゃなくて会話の中で覚えたんですね。なので、その熟語に出会った時の場面、つまり映像、そしてその熟語を発した人の声、つまり音声で覚えることができました。例えば Act Up っていう熟語があるんですが、これにはいくつかの意味があります。特に子供がふざけるとか騒ぐとか、あるいは車やパソコンなど機械の調子が悪くなる、さらに体の痛みが再び痛み出す、こういう意味があるんです。でも、まあ共通しているのは正常ではないっていうことなんですけど、今回は子供がふざけるの意味のやつにフォーカスしてみます。この熟語に初めて出会った時を今でも覚えてるんです。実はオーストラリアでテニスのコーチをしてたんですけど、ちびっこにも教えてたんですね。なので4歳とか5歳とかの子供たちにテニスを教えていたんですが、やっぱり子供なのでふざけるんですよ。テニスラケットを食べようとしたり、隣の子供を殴ったり、笑いながら走って逃げたり、まあとにかく言うことを聞かないんですよね。で、それを見てた自分を雇ってくれたボスに、 If the kids start acting up, you have to tell them that it's unacceptable behavior って言われたんです。で、そこで初めて、あ、 act up っていうのはそういう意味があるんだっていうことを知ったんです。なので、それ以降 act up っていう熟語に出会うたび、ボスの声が聞こえて当時の映像が蘇るんです。まあ、こういうふうに会話の中で熟語を覚えていったっていうのが正直なところです。でも英語圏に暮らしてない限り、会話の中で英熟語を覚えるっていう機会ってあんまりないですよね。しかも会話の中で覚えようとしても、なかなか効率よく体系的に覚えることができないので、例えば試験対策のために熟語を覚えようとしている方にとってはちょっとベストなやり方ではないかもしれない。じゃあその場合どうすればいいかなんですが、熟語帳を使うのがいいと思います。で、もちろん熟語帳を使って黙々と機械的に覚えるのができるならばそれでいいと思うんですけど、たまにどうしても覚えられないやつってありますよね。その場合、熟語帳を出発点として、その後にいろいろ調べることによって定着させるのがベストかと思います。で、その方法を4つ紹介します。まず1つ目の方法は Google で例文検索をすることです。熟語を引用符でくくって検索すると、その熟語を使ったいろんな記事を見ることができます。例えばさっきの例として使った Act Up っていうのを検索すると、まあ、このようにいろいろ出ますね。ただ気をつけないといけないのが、インターネットでは非ネイティブも自由に文章を書けるので、記事によっては間違った使い方をしてしまっている場合もあるんです。なので、なるべくネイティブが書いた記事が読みたいので、例えばですけど、引用符の後に大手の新聞会社の名前を入れることによって、そこの会社の記者が書いた記事が出てくるんですね。なので例えばですけど、まあこういう感じで出てきますね。はい、まあ、こういうふうにいろんな例文を見ていくうちに自分にとってしっくりくるものに出会うはずです。で、さらにいっぱい見ていくと自然な使われ方っていうのが分かってくるんです。ただやっぱり音声でも聞いた方が絶対いいので、2つ目の方法は例文を丸ごと音声で聞くっていうことです。で、熟語帳によっては音声がもうついてると思うんですけど、それ以外の例文の音声も聞きたい場合は、例えばロングマンのオンライン辞書で検索すると、多分ほとんどの熟語の例文に音声がついてるんです。なので例えばさっきの Act Up っていうのをロングマンで調べてみると、はい、2つ例が出ましたね。まずは He's a tough kid and he acts up a lot。 はい、ね、これはふざけるの方ですね。はい、でもう一つ The computer is acting up again。 はい、これパソコンの調子が悪いっていうやつです。
こういう感じで、多分ほとんどの熟語に音声がついてます。まあ、イギリスアクセントが多いんですけど、でもアメリカアクセントで読んでくれてるやつもあります。はい。で、3つ目はですね、画像とか動画を検索する。やっぱ直接目で見た方が印象に残ることって多いと思うんですよ。じゃあ ACT UP の場合はちょっと Kids Acting Up で検索します。はい。すると、まあ、こういう画像が出てきますね。今動画だと、まあ、こういうやつが出てくるということです。で、最後の4つ目なんですが、自分で言ってみる。ここで大事なのは、自分にとって意味のある内容じゃないとあまり効果がないです。例えば John told Nancy to stop acting up って言われても、ジョンって誰だよ、ナンシーって誰ってなりますよね。想像ができないので、結局印象に残らないんですよ。そして実際の会話の場で自分がそれを言ってるイメージができないと思うんですよね。なので、例えば電車の中で子供がふざけているのを見たことがある場合、 I saw some kids acting up って言ってみたりするんですよ。こういうふうに自分にとって意味のあるもの、そしていつか発するかもしれないものを何回も何回も練習することによって定着するはずです。はい、こういうふうに一つの熟語にたっぷり時間をかけてあげて、いろんな側面から見てあげることによって親近感が湧くはずです。そうすれば定着しやすくなるはずなんです。ただ繰り返しにはなりますが、限られた時間の中で試験対策用に熟語を覚えなきゃいけない方は、全ての熟語にたくさん時間をかけてしまっては間に合わなくなっちゃうので、まずは熟語帳でできるだけ覚えて、でどうしても覚えられないやつに関しては今回紹介した方法で覚えてみてはいかがでしょう。逆に別に試験対策してないよっていう方は、映画とかドラマとか、自分が好きな俳優女優のインタビューとかトークショーとかなどを通して、実際の会話の中で熟語を覚えていくといいと思います。で、最後になりましたが、実は今回紹介した ACT UP っていう熟語はですね、英検の、パス単1級そして準1級両方ともに載っています。どうですか、皆さん覚えられましたか？覚えられてない人はぜひ自分でもいろいろ調べてみて定着させてみてください。それでは今回のレッスンは以上です。 I'll see you in the next lesson.